はい、どうもおめでございます。ザラストバース実況プレイ続きからやっていきたいと思います。森に来たね。森に来たんだが、まあビルっていうやつの助けを借りにこの森を抜けて町の方へ向かう途中ですね。意外とこういう何もないか。この森は何かあった気がするな。何かこの辺に落ちてるよね。持てない、ハサミ。おお、ナイフねえじゃん。救急キットも作っといて、これで持てるだろう。で、もう一個ナイフ、あー、テープがないのか。ナイフだいぶ無駄遣いしたもんな、前のクリッカー戦で。何あれ、何、どれだよ。びっくりさせんじゃねえよ。ほっ、そっちの行き止まりは何もないな。まあいい、行こう。さて、どこだ、ここか。ダメか。ダメなのか。回っていけって言うんだな。よじ登る。ダメだ、有刺鉄線がある。ここは諦めよう。こんだけタフガイな人たちやったら有刺鉄線ぐらいどうにかなりそうやけどな。有刺鉄線ってそんな痛いん？触ったことないからわからんねんけど。この上がいけそうだな。上から見てみよう。おっと、何かあるじゃないか。これ見よがしにハサミがついてるな。打撃用武器の強化。打撃用武器を強化すれば敵を一撃で倒すことができる。強化された武器は使用回数が限られている。一定回数使うと壊れてしまう。だって。おー、いいね。要は敵を一撃で倒せるってことやな。ダイブ。この木の板をここに置いて登って取ってどせい。行くぞ行くぞエリー。ついてきて、ついてきてるな。ごめん、思ったよりついてきてたわ。ほいほい。お前か。いつもどこで会うの。黒煙が上がってますな。場合による。ここ来たことないんでしょ。ここに住んでるのは知ってたが、直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う。だといいな。なら、確かめに行かないとね。そうだな、そうだな。ビルに早く。おっと、ハサミがこんなところに。ハサミより俺今テープが欲しいんよな。テープがないとナイフが作れない。ナイフがないとね、何が困るってね、物資がたくさん置いてあるところに入れなくなることが多いんだよね。確かもうすぐあった気がするんだよな、そういう部屋が。気をつけろ。ジャーンプ。あ、瓶。瓶。ブロックの方がいいな。確かさ、いなかったっけ？いるんだよね。怖いよ。よいしょ、失礼します。ナイフでドアをこじ開ける。よーし。一周目ね、ここで取れなかったんだよ、アイテムが。いいね、いいね。相変わらずテープがねえな。強化は標準精度100いきたいな。ナイフで反撃。強化されたナイフはクリッカーへの反撃に使ってもすぐに壊れなくなる。めっちゃいいやん。工作の速度とかな、俺基本的に全滅させてからことを運ぶから。治療とかね、この辺はいらないっちゃいらないよな。だからもうこのどっちかに行きたいんやけど、多分完全に習得しきるには3周ぐらいしないといけないんじゃないかな。そこに一人いるんだよね。無視。いや、でもここなんかアイテムあったな、そういや。アイテム使うのはもったいないしな。クリカ一撃倒せるか。まずい、下がってろ。
ほっ。ほいせい。ふう。あ、音を聞きつけたんじゃないか。おお。ふせい。あれい。じゃな、魂の救済。あ、ブロックがあるね。他は特に何もなかったっけか。家の中に確かなんかあったな。入るぞ。入るぞ。そんなドキドキ感いっぱいで言われても怖いんやけど。これやっぱさ、難易度が上がると敵の数とかも違うんかな。口笛吹きたいんだけど。吹けてないぞ。吹けてないぞ。分かってる。こんなもんかしら。こんなもんかしら。よし、行こうか。よいしょ。あ、ダメだ。反対から塞いで。カモンエリー、君の出番だ。持ち上げてよ。オッケー、任せろ。いや、やめといた方がいい。私は持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。そうだぞ、ジョエル。燃焼者の言うことは聞いておくもんだ。足を出せ。足を出せ。開けるだけだ。他はいい。山ちゃん、いい声やな。任せて。気をつけろ。開けてちょ。どうかな。やった。いい子だ。じゃじゃん。えらいぞ。えらいぞ。どうも。やるじゃないか。時々ね、エリーがさ、鼻歌歌ったりなんかしようとするときに。友達から車を借りたとして。その後は？そうだな、トミーを探す。あんたの弟のこと？しかもあいつは元ファイヤーフライだ。ブシブシ。情報を持ってる。わかった。かなり遠くに住んでるから。ナイフは絶対作っといた方がいいんだよ。あのエリーがね、口笛とか吹いたりなんやりするときって結構多分ランダムなのか。喋らせろや。ノームだな。ノームが描かれた画集持ってたんだ。すごく可愛いよね。こんな風にさ、唐突に喋り出したりなんかするからさ、怖えんだよ。ビクンってする。そうか。あっちから来たから、あ、違う、こっから来たんか。あとは、まあこの辺の家をちょっと物色させていただいて。ハサミー、パーツ結構落ちてるね、こうやって見たら。おっと、パーツがあるだけか。まあ、武器もね、強化したら本当に射撃性能とかが上がるからね。この荷台とかに何かあったりしない？なんもないか。強制避難って書いてあるけど。そうよな、確かに。避難って言われてもどこに逃げろっていうねんって感じだもんな。隔離地域だ。感染者が現れる前にニュースを知った場所だよ。確か。奇跡的に。辛いね。置いていかなきゃいけないなんて。マシな方だ。おっと、何が持てない？あー、火炎瓶作っとこう。火炎瓶作っといて、で、これが持てると。火炎瓶はマジで有能やからな。わぁ、ねえ、ちょっと見て。弾も珍しく結構あるな。補充しておこう。なんかいろいろあるよ。ハサミ。ここはこんだけかな。おっと、パーツ。何が？切ないこと言うなよ。とにかくおかしいよ。だよね、レコードなんかこの世界であってもね、まあなんていうの、リラックス効果とかはあるかもしれんけど。さて、あ、なんかある。あれはビルの仕業だ。他に誰かいるの？俺が知る限りビルだけだ。ボブのメモ。
ボブ、俺はあの金庫を置いて町から出ることはできない。ブラッドと一緒に金庫をトラックに乗せてくれ。もしも暗証番号が必要な場合はこの番号を使え。51721。マジか。これはトラックどっかに金庫があるんじゃないか。あ、これか。あったあった。いかにも金庫があるわ。これが悪夢なのか。おお、めっちゃあるやん。いや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 。よし、ゲット。これもリロードしておこう。よし、先行こうか。弱い銃から使うっていうね。確か、こっちに行こうと。いやー、助けて助けて。ドーン。お疲れした。わあ、びっくりした。きっとビルの仕掛けたトラップだ。ビルトラップ。その人おかしいんじゃないの。おかしいなんてもんじゃないな。一体どういう人なの。おっと、またナイフか。密売してた時の仲間で、やり方を教えて。調達係だ。おお、めっちゃある。うわお、もうめっちゃ取り逃してるわ俺。こうやって見たら、マジか。でもそのおかげでナイフがねえよ。作れるか。よかったよかった。作っといて、で体力これ55か。ちょっと頑張って貯めよう。そしてビルは弓が得意なのらしいな。弓矢が手に入る。はい、はしごをトラックに置く。登る。弓矢。こいつは、使わせて。結構撃つの得意だから。こういうのは俺に任せとけ。そうだな。でも私も武器を持てば助け合えるし。バカを言うな。バカを言うな。これはちょっとエリーおいで。早く当たって。この下にアイテムとかってなかったっけ。ほんとありそうに、ありそうなところにないからな、このゲーム。よし、こいつを使おう。ごめんね、もうサク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 やけど、初見じゃないんだ。いいぞ、上がれ。了解。で、この板をそっちに橋渡しして。俺ね、弓を使うのが非常に下手で、いやまあ、うん、射撃武器というより全てにおいてないけど、特に弓が下手で、なんか弓矢をできるだけ使っていきたいんよね。そこにいるだろ。くそ、こいつを試してみるか。そうだな。ドタマ、うせい。一撃じゃないか。素晴らしい。せやろ。いいか、ビルにはちょっと気難しいところがある。だからあいつとは俺だけが交渉する。いいな。はいはい、わかりました。はっきり言ってビルはかなりよそ者に冷たい。かなりよそ者に冷たい。いいやつだよ。ただ打ち解けるまでに時間がかかるんだ。もうトラップが見えてるもんな。怖えよ。ここには何もないと。よいしょ。ワイヤーがあるだろ。あれに触れないように動けば大丈夫だ。ああ、何もないね。ああ、なんだこりゃ。怖いものは怖えんだよ。何周やろうがね。よいしょ。
どうしようかな。撲殺でもいいんやけど。え、入るの？何かないか調べてみよう。驚いて死んだ私の死体が見つかるかも。変なこと言うな。心配するな。怖えんだよ。大丈夫。さあ慎重に行こう。あれ、どなたかいらっしゃいませんでしたっけ、ここ。あ、まずい。ほい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 。よせー。知ってりゃ怖くねえんだよ。何なの？びっくりした。タコが。まあ、とりあえず探してみよう。ああ、びっくりした。知っててもびっくりする。レイチェルへの手紙。レイチェル、兵士たちが家を回ってみんなを無理やりバスに乗せてる。すぐ近くで悲鳴が聞こえる。もう時間がない。叫んでも待っても君は現れなかった。もうこれ以上待てない。二人の荷物はほとんどスーツケースに詰め込んだ。一足先に隔離地域へ行ってる。来て、俺を探してくれ。君を待ってる、エズラ。二人は会えたと思う？知るわけないだろう。そうだな。結構余るな。でもこれ以上持てないんだよね。無駄に火炎瓶使うのも尺やしな。今の弾使うよりも火炎瓶使ってた方が良かったかもしれん。よし、さっさと出よう。瓶をくれ、瓶を。よし、離れてろ。あっ、ぽい。ドーン。わあ、すごい。だろ。これ最高だね。どうやって作ってんだろうな、あれ。その技術俺にも教えてくれ。誰もいないね。何かが落ちている。おー、弾いいね。ほっ、よいしょ。いないね。行くぞ。アイテムはないか。離れるなよ。まったくだ、俺が怖いからな。エリー、離れるんじゃないぞ。リボルバーの弾か。もったいないな。まあいっか、持てないものは仕方がない。ちょーい、ちょーい、ちょい。忘れてた。なんなのこれ。冷蔵庫トラップ。ビルのふざけたトラップだよ。さあ、そこ、冷蔵庫が重りになってる。わかった。頼むよエリー。ロープを切れ。それで落ちる。わかった。頭に血が昇る。早く助けてくれエリー。お気づきだろうか。ジョエル。くそ、起き上がった。はい、届かないのか。はいはいはい。はいはい。ロープに集中しろ。はいはいはい。あいつはまずい、あいつはまずいぞ。エリー、はい、もうちょっとかかりそう。はい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 。リロードリロード。おい、まだか。待って。さあ、どっから来る、どっから来る。もう怖えよ、ひたすら怖えよ。おー、大丈夫か。 Help, help me, help me。 頼むぞ。早く早く。どっから来んの。弾だよ。あー、サンキュー。すまん。どこから来んの。ちょっと、くそ、まただ。急いでエリー。切れろ、全然切れない。マジ、いいから急げ。よいしょよいしょよいしょ。あ、ミスった。ちょっとちょっと、アウェイアウェイ。エリーに手を出すな、バカ野郎。急げ、よいしょ。
急いで急いで、ちょっとエリー頑張れ。よいしょ。あいつはまずい。こっちだ。いったか、いったか、倒したか。おっと早いな君は。落ち着きたまえ。お前も落ち着け。早く切って早く切ってくれ。よし、いいぞエリー。危ないなんてもんじゃない。おら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 、帰れ、あの世に帰れ。いいタイミングじゃないか、逃げようぜ。じゃあの、じゃあな、悪いな、俺は逃げる方向知ってんだよ。走れエリー、早く開けて、早く早く開けて。後ろに来てる。はい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 、じゃな。ビルドアから来たぞ。はいはい、うい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 。おっ、よいしょ。しぶといね君。はいはいはい、じゃね。あ、ついてこなくても道知ってんだよ、安心してくれ。じゃあな。やばかった。怖かった。あ、ありがとう、助かった。あ、エリー、ナイストゥミーチュー。え、何、ジョエル、何すんの。後ろ向いて膝まずけ。落ち着け落ち着け落ち着け。後ろ向いて膝まずけ。落ち着け。噛まれたか。いや、出来物は感染はしてない。万が一お前このクソガキが。もうやめろ。やめろって。勝手に家に入り込んで罠を全部台無しにして殴ってきたのそっちの方だろ。全くその通りや。ガキ、なんでいる。あんたに関係ないでしょ。さっさとジョエルに借りを返してよ。まずはこの手錠外して。ジョエルに借りだって何の冗談だ。手短に話せ。ビル、どう考えてもとばっちりやもんな。マジで冗談かよ。車が必要だと。そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずないだろ。え、ああ、ジョエル、車か、持ってけ。ついでに食い物も全部だ。どうせ食いすぎでしょこの程度。よく聞けクソガキ。黙れ豚。いいからお前は黙っとけ。めっちゃ喧嘩するやん。いいな、落ち着け落ち着け。お前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ。いや、ビル、作ったろ。どうせ使える車はない。町のどこかにはある。あるのは車の部品だけだ。じゃあ修理はできるってことだな。わかった。こうしよう。町の反対側に必要なものがある。取ってくることができれば車を修理してやれるかもしれん。いい話じゃないか。そしたら借りはチャラだ。いいさ、どうせもうすぐ死ぬんだ。よし、ついてこい。町中に罠が仕掛けてある。ヘマすんなよ。あんたがね。気強いねエリー、マジで。よし、何か必要なものがあるんだったらこっから持ってくんだな。オッケー、すまんな。物資回収させてもらうね。使えそうなものを探せ。はいはい。あー、鉄パイプ交換しとっか。よいしょ。鉄パイプ非常に優秀な武器やからね。おー、弾丸もいっぱいあるし、弾丸でもまあ結構使ってしまったもんな。あんま使うつもりはなかったんやけどな。火炎瓶が2つ、あとはそしてカウンターの中に、あー、猟銃か。
猟銃はいらないな。猟銃使わないもんな。よし、物資はこんなもんかな。オッケー、ということで、もういいのか。もういいです。ああ、次回この続きからやっていきたいと思います。それではまたねー。